新藤辰巳のゴミラジオ。いや、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。いや、先ほどね、ロンドンハーツの5月19日放送のちょっと見たんですけど、ぜひ皆さんも見ていただけると、まあ伝わるとは思うんですけど、なんかちょっと、あ、普通にね、ロンドンハーツ嫌いになるぐらいのドッキリだったなぁ。まあ、パンサーが3人組なのを、新しく外人の4人目を入れたら尾形さんはどうなるのかというね、ドッキリだったんですよ。で、そしたらやっぱりギャラの配分とかも変わってくるから、ギャラに対してどういうセコさを出してくるかとか、どんだけ嫌がるかっていう企画だった、企画意図だったらしいんですけども、尾形さんがめちゃくちゃ純粋でまっすぐで、で、そのドッキリの仕掛け人である4人目の外人の、メンバーのモックンっていう名前の人がものすごく尾形さんを慕って、かつ人間性もすごくできてる感じで、一生懸命で、お金もいらないとかすごく言うけども、尾形さんはいや、もうみんな同じ額でいいっていうのを絶対に譲らなかったんですよね。まあ、ここで本当はもっと欲しいっていうのか、もっくんがお金いらないって言ったらもらうんじゃないかって意図だったと思うんですけど、それはマジで大丈夫だからっていう意図以外の発言があったわけですよね。それでネタ練習とかも、もともとあるネタをパンサーでやって、まあもっくんが尾形さんのポジションについて、実質尾形さんはいてもいなくてもいいポジションになってしまって、そこに対しての不満はあったんだけども、ちょっとでも自分のポジション、自分が目立つように、まあ目立たなかったとしても、すごく一生懸命自分の持ち場を頑張ってるところとか、最初はちょっと嫌そうにしてたけど、もっくんの姿勢に心打たれて、尾形さんもそのドッキリ仕掛け人のもっくんを4人目としてちゃんと迎え入れる気持ちになってたんですよ。だから本気でやるんだったら一緒にやっていこうっていう、ギャラもみんな同じでいいし、で、もっくんは一応ドッキリで仕掛け人だから、いや、ギャラは尾形さんにあげますとか言っても、まあ、ちょっと揺らいだ人間的なね、部分もありますけども、いや、いらないよ、つって。いや、ここら辺もね、すごく好感持てたし、もっくんが、カンさんのこと好きですかって言ったら、ああ、好きだよってすぐ答えれたところとか、そこで、ね、カメラで撮ってるから、まあ好きだけど、てんてんてんみたいな愚痴を言うわけでもないし、向井さんのことはどう思いますかって聞いても、いや、すごく緊張する。あいつが、はすごくストイックなやつだから、あいつが見てるとボケないといけない気持ちになる。だけど、あいつのおかげで俺はボケれてると、敬意を言ってたんですよね。そこで、めきめき尾形さん、あ、この人最高だって。そのね、バラエティ番組の映り方としてはさ、ポンコツ芸人として、自分のことばっかり考えないで、何もボケずにサンキューばっかり言うみたいな映り方してるじゃないですか。まあもちろんね、こうやって継続的にテレビで出れてるだけで、もう尾形さんの評価も高いし、パンサーっていうね、トリオもすごく仕事のある売れっ子の芸人さんなんですけども、でもそんな中ね、尾形さんがこのドッキリに対しての立ち回りというか、モックに対しての信頼っていうのがどんどんこの
込まれていくんですよ。だから途中からもうバラエティ番組で、アツシさんがモックンに、入れ知恵したりとか、向井さん、菅さんに、ちょっとアツシさんが入れ知恵して、こういうこと言ってくれるっていう別室で言ってたりするんですけど、途中からね、もうモックンへの、あ、小形さんは、信頼をめちゃくちゃ置いてるんだっていうのが、突き刺さった瞬間に、もう映画だったね。今まで売れてたトリオが急に、別に仕事も減ってるわけじゃない、全然順風満帆だけど4人目入ってきて、尾形さんは知らない状態で、他の菅さんと向井さんはもう入れるってなった時の迎え入れる姿勢がめちゃくちゃ素晴らしいし、もっくんがだけが目立つというね、ネタ練習とかグルメロケ行った時の練習しようみたいな、この稽古の風景も普通に良かったりとか、もっくんがトップで目立つみたいな形になって、でも、まあ、尾形さんも逆にすごく面白く見えてましたよっていうところで、最初はもっくんばかりが目立つことに不満を表してたけど、そういうことですぐ機嫌を良くなるっていう純粋さも、まあ、これがまあ大人でそんなにすぐ純粋になるってとこはちょっと滑稽にも見えてバラエティだったんだけど、途中からやっぱりもっくんへの信頼と、部屋で二人っきりもっくんと尾形さんがこのロンドンハーツに対して、この番組でね、この4人組になるっていうのは発表できそうなんです、ロンドンハーツでっていう流れに持ってくんですよ。で、隠しカメラでロンドンハーツっていう番組のドッキリを見るっていう形になるんですけど、そこでのもっくんの尾形さんの、まあ、頼り方のうまい演技力もあるかもしれないけど、そんな中ね、尾形さんは何の曇りもなく、今のこの4人組になったってのをもう一本階段上がれるって信頼しきっていた姿勢と、現実を純粋に受け止めて、かつ組んでいる菅さんと向井さんへの信頼もちゃんとあったっていう、この人間性がめちゃくちゃ良かったよね。過去バラエティ番組でこんなに人間性に、このなんて言うんだろうな、虜になったっていうのかな、マジで途中でもロンドンハーツを見てる気持ちじゃなかったもんね。で、本当はドッキリで、まあ、4人組だけど、やっぱり3人組にし、なろうか、みたいのを言って、いや、尾形を抜いてなっていうオチにするつもりだったらしいんですけども、まあ、それもできないと。このままだったら尾形さんは、いや、なんで、絶対4人でやっていこうって、絶対言うから、普通に謝って、ドッキリですってのを言おう。ってなって、普通にね、本当バラエティ番組らしくなく、謝ってドッキリですってのを、ごめんね、本当はこれはドッキリなんだって、こんなパターン今までのドッキリね、いろんな角度のドッキリやったけど、普通に正面切って謝る、あまりにも純粋すぎて、もう曇りなく4人組になるっていうことに対して自信も持って、これで絶対にパンサーっていうトリオ、まあ結果4人組、ドッキリの中でなってる4人組でもう一個階段を上がれるってなった時の尾形さんの顔がめちゃくちゃ素敵でね、それでドッキリっていうのをとりあえず謝って言うしかないっていうのを淳さんが言って、で他の菅さんと向井さんがちょっとドギマギして、これ本当に大丈夫ですかみたいな不安もよぎって、だから尾形さんがもう心配でしょうがなくて、大丈夫かな、でドッキリなんですって言って、え、何がですかってなるわけだね。この後日パンサーの3人とザキヤマさんとアツシさんでこのドッキリを、ごめんなさいって、これドッキリでしたって言うっていう時間を持たすんって収録するんだけど、この時にね、ちょっと泣いたね。え、ドッキリなんですよ。え、な、
何の話ですか。だって4人組になってドッキリっつったらもう誰しもが分かるじゃないですか。あ、この最近急に1人入れようとなったのはドッキリだったんだって、普通だったらなるんだけど、もう尾形さんはもっくんを受け入れてたんだよ完全に。で、入れ知恵した言葉、もっくんに敦さんが入れ知恵した言葉を全て本人の意思だと思ってちゃんと飲み込んでちゃんと信頼してたんだよね。その顔が見た時にちょっと胸打たれたな。いや、いやですよ、4人でやってきますよみたいなね、言うわけですよ。ちょっと泣くよな。俺もなんか尾形さんに引っ張られてさ、もっくんは絶対にそういうやつなんだろうって思っちゃったしね。尾形さんのその人間力の強さで全部心持ってかれて、まあ世間的には神回なんて言われてるかもしんないけど、普通に番組を嫌いになったよね、ロンドンハーツふざけんなってね。尾形さんの気持ちをさ、一個のバラエティ番組でどんだけ裏切って、もちろんバラエティだからこう見たくなるものを作らないといけない、笑えるものを作らないといけない。ただ笑えなかったもんね、後半泣いたよね、ちょっとこっちとしては。で、このパンサーとしての一人一人の顔は素敵すぎちゃってさ、その気まずそうにしてごめんねって言った時にの向井さん、菅さんの顔とか、菅さんなんて割とポーカーフェイスだからあまり感情が表に出づらいんだけど、そんな中でもなんか普段とはまた違った表情してたとも思うし、で、敦さんが最初、あ、菅さんから尾形さんに話がありますって冗談でボケるんだけど、いや、ちょっと僕から言えないっす、それもう敦さんで言ってください、絶対俺からは言えないっすって、さすがに察して、これはもうボケにならないって、分かったわけだよね。これをすごい番組、いい番組って見る人もいるかもしれないけど、俺はちょっとやりすぎかな。もちろん誰も傷つ、あ、まあ尾形さんのみですけど傷ついたので、まあもちろんもっくんっていうね、本当はいないはずの4人目、かつ考え方、尾形さんへの接し方、全部淳さんが考えたにしろ、ちょっと人間不信になるよね。こんなに、こんなことをやらないといけないんだテレビって、って思っちゃったな。まあ昨今ね、やらせとか嘘くさい番組なんてのもね、ドッキリ多くなりすぎて裏の裏を書いたりとか、まあ失敗してんのもあれば成功してんのもあるかもしれないし、まあテレビのね、ドッキリなんて精度が高いから多分かけられた時に気づけないだろうけど、これを進化と呼ぶのか、まあ最後謝るって持ってってるから、俺は対価だと思うんですよね、一個の。でももちろん信じ切ったってところでは進化なのかもしれないけど、なんかね、悔しかったもんね。人への信頼、もっくんっていう一人の人へ40ぐらいの尾形さんが全部信頼して、かつ相方の向井さんと関西のこの全部の姿勢、この信頼のが見えた時に、この4人だったら本当にいけんじゃないかと。まああと、まあ見ていただければわかるけど、ロケ、グルメロケの練習なんて本当に面白かったし、ああ、そうやってバラエティ番組の練習ってするんだなっていう勉強にもなったしね。事前にはこういうことやるんだ、だからパンサーってのは一つ一つの仕事がちゃんとしてんだって見えた瞬間も、まあもちろん本当にこのテレビで映ってるままパンサーがこう事前対応してるかどうかは知らないけど、なんか打ち合わせの風景とかも素敵だったしな。いやー、ところどころの向井さんの複雑な顔とかも
いやこれはすごいね、2時間映画見てるような気持ちだったな。で演技だとしたら尾形さんすごすぎるしね。いや俺も普通に落ち込んだもんね。テレビ見てる側ってもう尾形さんに対してのドッキリっていうのがもう分かるじゃないですか、元から分かってんのに、途中から尾形さんへの感情で飲み込まれんのよね。まあ もちろんみんなもね、ドッキリだとして見て、ああ尾形さん純粋だなって、まあ印象は良くなったかもしんないけど、いやこれロンドンハーツひどいなっていう思いになったし、これでなんか人間不信にならないでほしいよね。これでなんか、まあもちろんね、番組のまあ見る角度一個変えたら、その台本がすごく良かったんだとは思うよ。このドッキリの仕掛け人とドッキリのやり方と、あともっくんの技量とかもそうだし、でパンサーの一人一人の演技力も高かったんだと思うしよ。でこれで尾形さんのこうね、人は完全にどっかも信用できなくなったりしたら、なんか悲しいなって思ったし、いやこの好感度爆上がりみたいなのね、なってるかもしれないけど、それに対しての犠牲は結構でかかったかなっていう。ちょっとなんか俺、まあ、あんまり会うことはないけど、会っても容易じれないぐらいのちょっと感情になっちゃったな。あれ面白かったよって、あちょっと言いづらいよね、これに関しては。ちょっと初めてだよ、バラエティ番組でちょっと泣いたの。笑いすぎて泣いたんじゃないからね、なんか悔しくて泣いたもんね。めっちゃいい表情っていうか、いい表情って言い方が多少語弊あるけど、本当は嘘なんですっていうね、アツシさんが尾形さんに言った時の、え何がですかっていう時の、ひょっとしたらこのことかなって薄く気づいた瞬間だけど、いやそれは絶対ないって自分で思い直した瞬間の尾形さんの顔、ちょっと辛かったもんね、見てて。うわー、まあね、こんな、まあいつ撮った番組かは知りませんけど、まあだいぶ前なんでしょうね、こんなにさ、だいぶ前に取りだめてたやつで心揺さぶられると思わなかったな。まあプロデューサーの手腕なのか、ちょっと普通に嫌いになったな。でもこんなことしていかないといけないんだ、なんかこれに対してのギャラはいくらなんだとか普通思っちゃうよね。悔しい。みんなどう思ったのか、これはちょっと聞いてる人ちょっとね、書いてください。進藤達美、俺バカか、まっすぐに見すぎだって思う人はそう書いていただいていいし、俺はね普通に嫌いになったね、ちょっとロンドンハーツをね。めっちゃ好きになったわパンサーが。まあもともとパンサーは好きだったけど、向井さんのあのね、まあ確かストイックで器用な立ち振る舞いと、菅さんのね、表にはそんなに出さない感情ので、他の二人を目立たせるために一応控えめなポジション、かつでもこの闘志みなぎる感じとかも好きだし、で尾形さんはちょっとその二人から見ると劣ってるみたいな感じには確かにね、キャラクターのポジション的にはなったけど、いやもう尾形さんのことしか考えられねえもんな、もう今となっては。いやー大変な仕事だね。まあドッキリだからさ、こういうことやんないといけないとか、いろいろ計算して下準備してとかはないけども、こんなになんかプライベートをズタズタにされるというか感じになるんだなーって、過去のロンドンハーツの中で一番印象残ったかもしれないね。いやどう考えてるかちょっと分かんなかったわ。皆さんこれをね聞いて、ぜひねあのロンドンハーツも見ていただいて、どう思ったか、いや言ってもバラエティってそんなもんだろうって思ったらそう書いていただいてもいいですし、全く同じ気持ちになったならばそれもね
書いていただければなって思いまして、ついさっき見終わって、正直ねこれ撮るのもやめようかなって思ったぐらいな、なんか僕の感情も揺さぶられたというかさ、人に聞くような話をその見た直後で言えんのかなとか普通に思ったし、めっちゃ落ち込んだ。なんか3人で、あ、4人でやらないんだっていう。いやもちろん3人最初はね、早くまた3人でやれるといいねとか思ながら見てたけど、いやもうパンサーっつったら4人組だろうってマジで思っちゃったね。尾形さんのあのモックもうまかったからってのもあるんだけど、いやでもやだね、俺が尾形さんだったらちょっともうテレビ出たくないかもしんないなって思ったな。まあ偶然にも大して出てないからそういうこともないから平和でいいけど、なんかこればかりはちょっと羨ましくなかったな。その、カンさんと向井さんの立場的にはいいけど、ちょっと小笠さんのポジションは辛すぎるよね。ほんと今回のロンドハーツのギャラの分配、8-2、8小笠さんで、向井さんとカンさん1-1でもいいぐらいな、なんか、ぐらいなことだったような気はするよね。いやー。かなぁ、どういう気持ちで聞いていいかわかんないなぁ。まあこれでね、番組をカットです、あ、終了ですってなって、あ、お疲れ様でしたってさらって尾形さん書いてたらね、まあ救われるんでしょうけどね。これ引きずんじゃないかなぁ、大丈夫かな、ちょっと心配だよね。特にこんな時期でね、仕事量も減ってっていろいろ考えすぎちゃって、結局テレビ局のやつなんか信頼できないとか思い始めちゃったらかわいそうだなとか思って、まあまあ言ってもプロだからね、僕なんか考えてることよりもっと実は考えたりするんでしょうけど、いやーねー、やりきれない気持ちになりましたね、初めてかなー。まあなー、なんかまあまあでもいつも通りのパンサーであってよかったんでしょうけどね。もっくんがいいキャラしてたんだよなー。あ、確かにもっくん嫌いな、最初はなんかね、急に全然毛色の違うタイプの人が来たから、ドッキリにしてはまたまあ分かりやすい形になるか、まあ同じ国じゃないっていうのはとか思ったけど、途中からめっちゃ応援しちゃったもんな。みんな尾形さんと同じ気持ちで見てたとは思います。だから尾形さんの味方はたくさんいるんでね、まあ、不安にならないでほしいなって思いました。以上、新雑のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。